久保さん。いや、これ、つんくさんの言葉、めちゃくちゃいいんじゃないですか <laughs> もう本当にそう、そうだと思いますけどね。<laughs> うん。まだいけると思ったやつだけがまだいける。うんまあ、久保さんもね、まあ、言われたでしょうね。みんなまあ言われると思いますよ。これから YouTube 始めたのダメだとか、ネットビジネスは詐欺だからやめとけとかね。まあみんな言うでしょうね。<laughs> だけど、裏を返すと、 じゃあ、月収100万稼ぐためには、ハローワーク探して、ハローワークで求人票見たんですけど、月収100万どうやったら稼げますかみたいな。ちょ、求人紹介してくれませんかって言ったら、多分、誰も紹介してくれないでしょうね。100万稼げる求人。ま、100譲って、あの、その、ハローワークでですよ。ま、営業職とかだったらあるかもしれないですけど。多分、ハローワークでね、ま、月収100万、固定給月収100万っていう求人が、多分、すいません、確認してないんで、 まあその絶対ではないですけど多分99%ないんじゃないかなと99.999%月収100万をハローワークで出している会社はいねえと思いますね <laughs> うんだから結局そのねまあ無難にね手取り十何万とかね20万とかね30万この,この無難10万、まあ、20万ぐらいですかね いや、手取りで23万ぐらい、20、まあ20万ぐらい欲しいですね、みたいなご相談をするっていうのがベターじゃないですかね。いや、30万ですか、30万だとちょっとね、あなたの年齢だとね、ちょっと難しいですね、とかね <laughs>。まあその話をするしかないですよね。うん。だからまあ、今から遅いと思ったら遅いんじゃないですかね。いってらっしゃい。